意味。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ということでね、お里が、試合予選通過への道ということで、はい、4回目ぐらいのレッスンになってますけど、はい、前回、アプローチじゃねえ、アイアンショット、アイアンの、まあ、ショットの、はい、レッスンというかね、はい、していただきまして、はい、まあ、お里のポテンシャルを生かすために、球を止められるように、そういうアイアンでもグリーンに狙って止められる球を打てるように、していきましょうということで、上から、まあ、ダウンブローの ね、 そうですね、うん、練習というか、まあ、作っていく過程を見ていただいたんですが、今回はどうしますか。まだその距離感の内訳と、うん、まあ、あと気になるのは、うん、僕スコア作るには大事なのはティーショットとアプローチだと思って、はい、絶対的に、はい、ね、グリーン周りって言うけど、まあ、ティーショットがなきゃ意味がないから、はい、それができたら次は教えるのはアプローチかなと思ってるんで、で一番距離が大事なのってアプローチ、はい、だそれにもあの前回のレッスンがつながるから、うん、ただまあアプローチを含めながら他のアイアンのその抑えるショット、なんかバンテ間の距離、あ、じゃあ逆に言うとその要素はつながるところがあるってことですね。そうですね。はい、じゃあちょっと、アプローチ、まあ、グリーン周りでいうところの、まあ、アプローチと、そのバンテ間の、距離の内訳っていうところを、はい、今日ちょっと触れていくかということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいです。お願いします。クラブは何でいきますか。アプローチでいいんじゃない。58。はい、さあウェッジでいきますと、まあ、アプローチがすごいですからね。もうこ自己流でうまいもんね。自己流でうまい。そうなの。全部58でやります。俺なんかお里のそのフリップ現象。フリップ現象はアプローチでめちゃくちゃ感じることが多かった。あれがタイミング合ってる時にクソスピン入るから。ああ、まあ確かに確かに、ね、確かにそうそうだよね。あのフリップってなしよな。いやなしだと思うよ。俺はね、俺はね、俺もいやなしっていうかまあそうなしじゃ俺も、ね、一般論的になしじゃないな、あれはなしでしょ、うん、だから本当にさ球止めたい時とかにそうあの開いてあのフリップさせて止めるみたいな、でも究極のそれしかないギャンブルショットみたいなアプローチを常にしてる。そうそう、それをあんだけ的確に決めてくるから、もったいないね。まあまあでも確かに的確に決められるならあれだけど、ちょなんと言うんその正解不正解じゃないからさ、あれだけど、まあもっと簡単なやり方あるだろうなとは思うよね。そう。だからまあ構えてもらって、はい、まず基本的なアプローチの練習をするときに、うん、まあ何番でもいいんですけど、そのまま足閉じて腰の高さまでクラブ上げる。そう、この真横の部分、はい、真横の位置から一回それで打ってみてもらっていい。ここから、うん、戻して、これでキャリー30、はい、まあ大体そうだけど、うん、キャリー30が的確なリズム、はいはい、その人に合った。なるほど、ね、ただまずこれで挑戦しなきゃいけない、はい、今のフリップ現象起きてるから、うん、飛んでないから。フリップ現象が起きるってことはどうなるかっていうと、フェースの使い方的には開く、当たるときに、もう多分なんだよ、70度ぐらいで、ぐらいで多分フリップしてるから。フリップっていうのは、ちなみに皆さんあれですけど、もしご存じない方いらっしゃったら、この、手の動きとして、こう、こっち側にそうそうそうなっていくんで、結果的にフェースがそう寝ていく形になりますよね、と。っていうのが、まあ、お里の癖というかね、で、出ますと。ただ夏はいい。芝がなくなった冬にはトップしかしないですよね。そうだね。この近く。上げて止めて。ストップ。そのまま今、右手首とシャフトの角度を関係性を変えない。これね。そう。で、インパクト。そう。それが適正のこう。そう。Ready。おお。まあ言ってる、ね、もうちょっとスピード上げていい、はい、うん、今眠ってない、 その角度変えない、そう、はい、おいいじゃん、これでちょうどぐらいかな、うん、
基本で覚えなきゃいけない、うん、だからすごいのがこれを通らないでフリップで先に覚えたことがすごい、うん、ゴルフをなるほど、まあそうだよね、最後だもんあれ、うん、覚える種類としては、そうそうだよね、アプローチの種類としては、うん、でもまあなんかそういう場面には強くなるんだよ、そうそうそう、逆にそうそう、だけど絶対上げなきゃいけないとか、そうそう、ゲットなきゃいけない、そうそう、そう、でこれなんでこのウェッジで説明したかっていうと、うんうん、抑えるショットの時にその右手の角度、うん、シャフトとの角度、はい、腕とがめちゃくちゃ大事なんです、なるほど、これがそのアイアンとかのショットにもつながってくると、そう、はい、抑えるショットっていうのはそこを本当にキープしたまんま打つっていう感覚がすごい必要なので、うん、なるほどなるほど、まずそのウェッジでそれを作ってほしいなっていう、レディこの角度のまま、そうそうそう、それが10ヤード、20ヤードでもしよう、はい、え20ヤードぐらい上げて、ちょっと上げて、そう、それ変えちゃうで、そうスタートの時はここでいいんですか、いや、もうちょい左の方がいい、そうそう、はい、ちょっとこうハンドファーストとか、そうやっぱ中にレクセがもともとあるから、ああなるほどね、そう、あ、やっぱハンドレイト側でやりたいタイプなんだ、だからドライバーまで全部ハンドレイトみたいな感じで、なんか、いつだか気持ち悪いとかしたもんね、自分でね、動画見て、これダフったでしょ、はい、リズムが遅い、はい、レディ、アプローチでダフるときはそのスイングリズムが遅い、はいはい、はい、トップするときは早い、うん、これは自分のリズムっていうのを作るんだけど、フィニッシュで終わった時にその角度がキープできてるかどうか見た方がいい、はい、絶対にそこで確認しよう、右手のレディ、そうそうそう、レディ、ちょっと言ってるんですよ、そうそう、レディ、よく言うよね、その左肘もレディ、左肘、あ、そうか、抜けていく感覚に、うん、抜けてる感覚でまあいいと思う、うんうん、いいよ、レディ、おいよ、それが極端でいい、はい、レディ、いや、それ打てないけど振っちゃダメよ、はいはい、全部肩と一体化してるから、うん、だから肩回せばそんな左肘抜かなくても大丈夫、うん、なるほど、そうそうそうだ、そう、レディ、リズム良くなってきたね、そう、リズム良くなってきたね、だこれを基準と考えて、え20ヤードピッチングかなんか持ってもらって、はい、これはそうで、ピッチングでフルショット打ってみて、はい、さっきのピッチングでいいね、めちゃくちゃいいショット打つやん、めちゃくちゃいいショット打つやん、125そうね、だったとして PA がいくつ、 PA が115、まあ、110から20までです、うん、じゃあ115を打ちたいと考えた時に PA、 P でね、はい、って言った時に構えていいよ、あんまりバックスイングは変えなくていい、はい、ゲット止めて、その時の右手の手首の角度をキープしたまんまインパクトに来る、そうそう、それ肩回さないと当たんないよ、そう、そうそうそう、でフォローはもう自然に止まるとこでいい、振り抜くイメージは持たなくていい、フォローの大きさというかフィニッシュを止めることによって距離を調整して、スイングリズムとかは全部変えないで、はい、そうそう、角度と、うん、フォロー角度だけ考えてもいい、角度、はい、じゃあ角度のまま、おいいね、おーうまい、うん、これ115じゃない、うん、めっちゃいいじゃん、そう、これで半番手ぐらいね、落とせたね、そう、
だからなんかその間の距離で困ってる人はこれやってもらった方がいい、うん、上げた時の右手の角度をキープしたまま終わる、うん、それだけ、はい、で大丈夫で、まあそれでは、その番って、なんていうの、そのコントロールで言うと、うん、どこでコントロールする？だから結局、あの角度変わってないから、うん、フェース面は変わりようがないから、うんうんうん、上げた時に、うん、それで下ろしてきて、そう、下ろしてきて、そう、そう結局開いてるってことはいつも通りの体の回転ができてないから、うんうんうん、そういつも通りのスイングの体の回転ができてれば、うん、でそれで問題ある、じゃあこの、例えば今115で打ってたわけじゃん、うん、で120で打ちたいなとか、うんうんまあ、じゃあ分かんないけど118打ちたいなとかっていう時はだから何でこう115の時のフィニッシュの高さを覚えてくる、うん、分かる、うんうん、で120だったらもうちょいフィニッシュを作るあフィニッシュで調整するって言ってたねさっきそうごめん、マジ滑舌で分かんなかったさっき途中本当に聞き取れなかったなって思いながらそんな確かフィニッシュでって言ってた言ってたそれで調整するって言ってたよね言ってたでしょ、うんおいいねめっちゃいいじゃんてかもうさそれがもうメインのショットでいいんじゃないぐらいの飛んじゃったねでも今のこれが飛んじゃったってなるじゃん、うん、今のってめちゃくちゃダウンブローでハンドパスに入れてる、うん、そうだねフリップも出して、うんうん、だからこれが抑えたショットだったとしたら、うん、ピッチングで135から140とかなきゃおかしいそうそういうことだよね、うん、フルショットした時に、うん、これが繋がってくるところで、うん、この角度を意識したことによってやっぱダウンブローに入りやすくなる、うんアイアンショット ずっとこれでよくないめちゃくちゃいいよね、うん、で俺こ、うん、なんかさっきもたまにこれ出ててこの打ち方が、うん、そのヘッド落とすみたいなさ、はい、これめっちゃいいなと思ってたねで飛ぶんだよねこれめっちゃいい、うん、でまあキャリー116ですよ、うん、だからまあいいと思うんですはいでスピンでも8300いいねめちゃくちゃ止まるよねあれ止まる止まる普通に、うんめっちゃかっこいいけどそれやってたらアイアンそれしかやらなかったらめっちゃかっこいい、うんうん、でもうさなんかさあのもうなんていうのフォローをもうなんか出さないみたいなもうなんかバーンってやって終わってたらマジでなんかもう球落下するときに歩いてるみたいな、ね、そうもう熟練のなんか何熟練のクラちゃんみたいな雰囲気出るでだんだんやっぱ野球癖出てくるよ、うん、こう抑え始めたらまた手元離し始めるからフォローだからダメだよ今ちょっとそれ右に出るから出かけてたもん、ね、そう手元は体につけたものだうまいなそう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 これ捉えられてるもんね上からね、うんうん、これでいいんじゃないじゃあちょっとね時間あれなんで締めてもいいですかはい締めましょうごきげんよう。ごきげんよう。ということで、はい、今回はですね、まあ、こうダウンブローができるようになってきた上で、番手間の距離の調整とか、でそれが、アプローチから紐解いていくと分かりやすいよねっていうことで、うんまあ、ウェッジの方からね、こう上げていった感じなんですけど、まあ、カズプロの、こう、言ってたのは、まあ、こうトップでのこう手首とシャフトの角度、これを維持したまま、ヘッド落としてきて、うんそのフォローの高さでこう変えますよっていうのが、まあ、今日のざっくりとした内容だったと思うんですけど、でも結果としてね、はい、よりこうダウンブローに入りやすくもなったし、はいこうスピンも入ったり、で結果そのフルショットが飛ぶようになって、うん、でじゃあそれに対してまた間の距離作っていけるよねみたいな、なんかこういろんな相乗効果がね、はい、これカズプロのやっぱ狙い通り。完璧にでも言ってたもんですよ、ね、そのアプローチとこうショットの打ち上げつながってくるし引いてダウンブローとのつながってくるっていうのを言ってたんで、まあ、これね素晴らしいだからやっぱでもまあおさたもすぐできちゃうのは相当すごいけどね、うん、だからそれででもまあかなりまたそこなんていうの練習楽しくなるっていうか飛ぶようにもなるだろうし、はい、スピンの入った球筋も変わってくるだろうし、はい、なんか俺マジで本当に男性ゴルファー的なの、うん、なんか上手い人みたいな、そうそうそう、本当そう、もうバーンって言ってこうなんかこれでおさといずれなんかもうこういうフォローを取ってあいつライン出すしかしてもらえよみたいなめちゃくちゃ
ちゃ面白いけど。ドライバーマン飛ばしして、アイアンライン出して、あんな勝てねえよってね、なんか。タフ取りすぎじゃないみたいな。やってくれたら俺すごい嬉しいですよね。まぁ、あ、ちょっとまたね、近々ラウンド動画にもこう出てもらうと思いますんで、はい、そちらでね、まぁ、あ、ここでできるのとまたラウンドでやるの違うもんね。はい、うん。なのでちょっとその、このシリーズでね、また3人でも回っていきたいと思いますんで、はい、ぜひこの、小里予選通過への道、はい、ということで、応援していただければと思います。はい、ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。皆さん、痛風にはお気をつけて。本当にすいません、ずっと座っててね。すいません。足パンパンですから。パンパンですから。サンダルも入ってないです。本当にね。靴下履けてたら。靴下履けない。気をつけてね、はい。気をつけてもどうにもなんないかわかんないけど。はい、ありがとうございました。よっしゃ。